エルヌルフ・セーノフはアゼルバイジャンのポップ歌手。ユーロビジョンソングコンテスト2008に同国代表として出場した。トルクメンソビエト社会主義共和国のアシガバートでアゼルバイジャン人の家庭に生まれた。父は軍人、母は音楽理論専門の学者。5歳で音楽学校に入学し、ピアノを習った。1999年に家族ともどもバクルへ移住。 そこで、医科大学へ通い、歯科学の学位を取得した。2004年に、アサフゼーナリー音楽大学を卒業し、ヘアスタイリストコースに入学。まもなく、アゼルバイジャン国立アカデミックオペラバレー劇場に、勤め始めた。2003年、フュセーノフはリーダー TV 主催の音楽コンクール、シング・ユア・シングで最優秀賞を獲得。2008年には、サミル・ジャバドザデと共に、 ユーロビジョンアゼルバイジャン代表として出場決勝で8位に入賞した。このデュエットはユーロビジョン終了後に解散となった。2009年12月、フューセーノフはウクライナに永住し、自らの音楽のキャリアをさらに磨きたいという意向を告白した。ありがとうございます。